Rise on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうもダムダムおじさんにむろです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい。今回はお便り回と題しまして、ライスオンミー YouTube チャンネルでそれぞれの回にいただいているコメントや、Twitter でハッシュタグライスオンミーをつけていただいているコメントをいくつか抜粋しまして、ご紹介していきたいと思います。はい。さあまずはですね、まあホイップさんのホイップアンダーグラウンドリポート。うん。こちらね、2回にわたってお送りしましたけれども。はい。はい、こちらについてのコメントをご紹介していきたいと思います、うん。まずちょっと内容が内容だっただけにですね、サムネイルが、ちょっとダミーになってると。そうなんですよ。うん、バレるといけないんですね。だいぶリスクを負っての放送になってるというところで。はい、今のところまだ、その消費者金融から、電話かかってきてないんで大丈夫かなと思います。バレてたら、はい、おい、喋んなっつったろ、つって。来るはずなんで。そうですね。今のところセーフということですけど。今のところセーフです。はい、それについて、3月さん、うん、フルーツ白玉あんみつ注文したのに、油そばが出てきたような冒頭の違和感半端ない。こってりでしたね。そうですよね。あのサムネイル見てたら、はい、何が始まるんだろうってちょっとね、想像もつかないというか。うん、めちゃくちゃつまんなそうに見えるサムネにしたんですよ。そういうコメントもありました、うんうん、つまんなそうだなっていうね誰がゆるふわハッピートーク聞きてんだっていう我々から最も遠いジャンルのトークですよ。そうですね。本当にそうですね。うん、でもあれを開いてみるとという風になっておりますんでね。ねえ、はい、皆さんお好きでしょ、こってり油そば。そうなんだね。結局3月さんも油そば出てきてこれこれってなってるはずなんだよね。そうですよ。はい、でももしサムネイル見て聞かないと判断してた人は、うん、ぜひ聞いていただけるとと。そうなんだよ、もったいないんだよな、ね、そこがな。思いますね。はい。そしてですね、続いてプラネタリウムベガさん、ジョア事件を思い出し胸が熱くなりました。ホイップアンダーグラウンドに外れなしと。いやー、よくご存知ですね、ジョア事件。ちょっとご説明いただけます？この伝説の消費者金融には、以前2回審査してもらったことがあるっていうことは、この間言ってたと思うんですけど、うん、そのね、以前、お店に行って審査してもらった時に、はい、ジョア事件と呼ばれる、まあ多分今後歴史の教科書にも載るであろう、満州事変とかと並んで、そんな大きい出来事でした？日本史に記述されるだろう事件があるんですけど。バッサリ行かれるやつですよ。だとしたら。例のごとく、お店で、うん、まあ威圧されながら審査してた時に、はいはい、その担当のね、社員さんがさ、うん、俺にね、うん、おう、何飲むって言ってきたの。うんうんうん、何飲むってなんだと思って、うん、パッて横見たら、はいはいはい、ヤカルトレディのお姉さんが来てて、うん、はいはいはい、あ、なるほど、うん、まあ、やっぱり威圧されてるけど、一応お客様だから、うん、お茶の代わりにヤクルトおごってくれるんだと思って、うん、あ、いいんすか、じゃあジョアでって言ったら、急に社員さんの目険しくなって、おめえじゃねえよバカ野郎って言われてさ、と思ってパッ後ろ振り返ったら若手社員さんがいらっしゃってさ、つまり先輩社員が俺越しの若手社員にヤクルトをおごってあげようとしてたっていうのを俺に言われてるもんだと勘違いして、あ、じゃあジョーでーって言って、おめえじゃねえバカ野郎って言われて、これ何がいいってさ、よりによってジョアっていうのがいいよね。赤っ端ですよ。ちゃんと選んでんだよな。だって、ヤクルトレディーさんのヤクルト飲めるときなんてなかなかないから。何でもいいですとかじゃないんだよね。うん、ジョアで。あ、じゃあ、ジョアで。おめえじゃねえバカ野郎。なんでお前に飲ますんだよ。パー後ろ振り返ったら、新人社員さんいてさ。
そうですね。そういうことね。これが歴史の教科書に載るかもしれない。そう。ジョア事件。ジョア事件。ちなみにしっかり審査は落とされた。当時ね。当時。はい。ということで、皆さんテストには絶対出ませんのでね、はい、忘れていただければと思いますけれども。続いていきましょう。イノ、うん、さん。はい。A 社と、この番組内でおっしゃってますけれども、うん、E 社のことですね。わかります。法定金利プラス説教で貸し付けるでおなじみの有料金融会社の話ですよね。違ってたらごめんなさいですけど、それがしは他を知らんのです。私と同類がいますね。同じ匂いがする。同じ匂いがしやがるぜ。汚ねえドブネズミの匂いがしやがるぜ。あんた、俺と同じ村の出身だろ。このリアクションってことは正解なんですね。大正解。よくご存知で。まあ、わかるんだな。ね、今現在そうかもわからないですけれども、はい、うんうん、まあかつて底辺のスラム街にいたんでしょう。少なくともね、うん、少なくとも過去にその経験が終わりということなんですね。スラム街の住人しか知り得ない情報ですから、これは。なんだよそれ。いや大正解です。同じ匂いがするとかさ、うん、嬉しくないよ。イノさんもいやいやいや、ね、まあ、出会ったと思った。イノさんもそうだと思う、うん、同じ村の出身の人が今 YouTube やってらっしゃるって。あれってね、うん、そちらでやってください。外国で日本人に会ったみたいな感覚。なるほどね、うん。ちょっとお互い引き合ってるわけだ。なるほど。はい。じゃあ、うな丼37さん。うん。犠牲になったのは二村さんだったんだ。彼女さんかと思ってた。よかった。ところで、担当者の言ってることと破産宣告を受けた時の裁判官の言ってることが同じだと思ったのは気のせいですか？え？マジ？オプさん自己破産してますからね。そう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 。自己破産の時も、うん、裁判官の方に最終的に説教されるんですよ。はい、うんうんうん、で、説教され終わって、じゃあ、免責破産決定はい。ってなった瞬間に、まあ、うん、俺はガッツポーズしましたけど。ダメなんだっつうね。あ、ごめんなさい。嘘嘘嘘嘘。これは嘘。しょんぼりしてました。取ってつけたようによ。はい、それで。まあまあまあ。破産した時もね、裁判官の方にね、うん、とうとうと、こう、生活態度を改めなさいということを言われるので、はいはい、まあもしかしたら同じことは言ってたかもしれません。でも、ずいぶん昔なんでね、なんて言われたのか。すっかり忘れちゃって。裁判官の人なんて言われたのか忘れちゃいましたね。まあ、今回呼ばれてやっぱ染みたのはやっぱ怖かったんでしょうね。うん。怖かったから染みたというね。そう。裁判官の方は怖さはなかったからな。これがこの村の出身の方の考え方ですから、ご理解いただければと思います。申し訳ない。それからちょっとリクエスト来てまして、うん、ヤーマンさん、うん、返済ばっくれてどうなるかの第3弾聞きたいな。もう一つ、01おじいさんからとか、はい、大変面白かったです。第3弾、滞納からの取り立て編期待しております。いや、これに続編ないよ。これは絶対続編やらないから。もうやだよ、本当に。ちゃんとここは律儀に返すと。うん。ちゃんと返していきます。まあ、そうですね。なるべく早く手を切りたいんだから。俺だって。まあそうですよね。まあこれはちょっとリスクが高いかなと思いますけど。そうですね。はい。という感じで、まあ楽しんでいただけてるという反応でしたね。いや、よかったです。はい。さあそして続いてですね、うん、このライスオンミーの、まあ、エンディング音を、ちょっと何か考えないかという話をね、二人でしまして、うん、で、まあもしよかったらリスナーさんにいろいろ案をいただければということをね、ご提案した回なんですけれども、はい、まずね、ミユーチューブさん。うん、茶碗の米を箸でかき込むカチャカチャ音の後、テーブルに茶碗をドンと置く音の後にゲップの音。うん。いいですね。これで終わるのはどうだろうと。昔ね、長谷園のお茶漬けでね、はいはいはい、うんうん、ありましたよね。そうですね。つって書き込んで、はい、食べるだけの15秒 CM、うん、非常にインパクトあって、そうね、あれちょっと食欲をそそられるね、ね、うん、ああいうイメージでしょうね、はいはい、これもいいよね、そうね、悪くないと思うな、うん、ただ結構うまくやんないと汚ね音になるよ、そう、カカカカカ、むちゃ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 、ギフー。
聞いて損したっていうね。トイレの推薦音以上に逆効果になる可能性もなきにしもあらず。そうですね。そのリスクはあるのでね。うまいことやんないとだけどね。案としてはすごくいい案かなと。ね、案としていいですよね。はい。そして続いてトリーマンさん、うん、レンジの音や炊飯器の音よりも食事終わりのごちそうさまでしたというセリフの方がエンディング感にぴったり、うん、ただしちっちゃい女の子つまり二村さんのお嬢さんの声で録音というのはどうでしょう。これいいね。なるほど。まあ、僕もまあまあ悪くないなと思いました。今娘さん二人とも、はい、まあ喋れるよね。そうですね、うん、はい、喋ることもできます。いいよねこれ、うん、やっぱりさちっちゃい女の子の声可愛いから、うん、まあ女の子っていうか男の子の声も可愛いけど、まあ、そうですね、子供の子ごちそうさまでしたっていうの ねいいよね、これいい案ですよね。ちょっとこう難しいかもと思うのは、うん、問題点としてはやっぱそのちっちゃいんでまだ二、うん、人がちゃんとこう声を揃えてごちそうさまでしたって言えるかっていうところと、分かってないね、何ですか？いや、ずれててもそこが可愛いんじゃん。なーに言ってんだか、本当に。うるせえ演出家来たな。いや、萩野さん。そう、ずれとかうまくやれなかった感じとかも面白いんだよ、ね。なるほど。可愛いのよ。ああ、そうですか。そういうのをわざと活かした CM とか、うん、テレビの演出っていっぱいあるから。まあ、これは一つちょっと気になってたところ。まあ、じゃあそういうふうに言うなら、それはじゃあクリアなのかもな。うん、もう一個は、この声をじゃあ録音するってなった時に、うん、またホイップ坊やが来るでしょ。そうだよ。だって俺がやんないとしょうがねえし。それだよね。二村さんじゃできないんだから。だからそうなると、もうごちそうさまでしたを取るどころじゃなくなる。阿鼻叫喚。ただ泣き声しか収録できないっていう危険性があるよね。まあでも案としてこれもね、いいじゃないですか。いいですね。はい。これもちょっと、一個させていただきたいと思います、はい、それからねラモサトさん、うん、ホイップ坊やさんの激うま口笛がいいと思います。うーん、何の曲がいいですかね。何ですかね。翼をくださいなんだね。好きだよね翼をください。でもホイップ坊やは口笛がうまいんですよ。うん。だからそういうこの一案。なるほどね。どうですか、自分でこう吹いてみたイメージというか。翼をくださいじゃないな、こっちの方がいいかもしれない。うん、なんでだよ。なんでだよ。ごめん。違う。幻想的な要素一つもないだろこの番組さ。もののけ姫。だから違うよ、分かったよ、口笛の時点で分かったけど、うん、それも違うよね。それからね、この回の時にあのもしよかったら20秒のエンディング映像も、はい、もしよかったら作ってくださいなんて、うんうん、ちょっと無茶振りしたじゃないですか、はい、あの一人ですねお答えいただいた方がいらっしゃいまして、はいはいはい、アマデウスさんという方がですね、うん、まあ、DM の方でちょっと作ってみました、はい、いかがでしょうかという形で、うん、実はもう動画を作ってくださったんですよ、うん、でこれ我々二人チェックしましたところ、うん、文句なしと、文句なし、これこれこれがやりたかったのよを、ちゃんと組んでくださって。あんな我々のね、なんかもう、うろ覚えというか、ふわふわっとした会話で。全然専門用語も駆使しない。なんかさ、あの、あれがこうなって、ああなるやつあるじゃないですか、みたいな。あれぐらいのふわふわっとした会話で、うん、もう完璧なものを作ってくれまして、ね、もうこう、もうバッチリじゃないか、ということで、うん、もう採用と。いや、本当にありがとうございます、アマデウスさん。ありがとうございます、本当に。さっきね、二、うん、人で見てね、びっくりしましたね、本当に。いや、これでいいじゃん。これだよ。そう。すげえ、本当に。一文句もなかったもんね。一文句もなかった。はい、オッケー。はい、これです。使わせていただきましょう。つって言って。ということになりましたので。三村さん、すぐ返信してください。なので、もうこの映像に関しては、もう近日、うん、
使わせていただくことになりましたので。そうですね。はい。ぜひリスナーの皆さんもちょっとお楽しみにということで、今までね、こうラジオで音だけで聞いてた方も、ちょっと映像最後楽しみにしていただけると、ちょっと20秒流れますので、はい。はい、アマデルさん、これ本当ご協力ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ということで、まあ、投げてみるもんだなと。本当です、ね。思いました。本当にありがとうございます。いや、本当にありがたい。ね、これはもう。はい。行きましょう。じゃあ続いて、まあ、ホイップ名言。ね、ホイップ坊やがこう名言を集めるのが好きなので、まあ、そこからこうクイズを出して、その名言のこう穴が開いてる部分何の言葉が入るでしょうというのを、こうワイワイと楽しんだ回でございますけれども、はい、ピンポン256795さん、名言って大体似てくるからというホイップ坊やの発言が名言という。そうですね、苦し紛れの一言でしたけどね。ホイップ坊やが作った名言すぐ僕が正解出しましてね、それに対して名言って大体似てくるから。そうなんですよ。いや違うよ、そうなんですよじゃねえ。しょうがないんですよ。そもそも名言ってそんな意図的にやるもんじゃないからね。そう、多分ほっと言ったことが後々名言としてこう残っていくもんだから、意識的に名言残そうっていうのはなかなか残らないもんですからね。確かにね、大体似てくるからっていう価値観おかしいから。すぐツッコミが入りました。それからラムラムタムラムさん、はい、さすがです、ムケチンクターさん。無理やりすぎだろ。マルティン・ルターから離れすぎだろうに。ムケチンクターさん。なんてくだらないコメントなんだ。今田さん、なんでこれ選んだの。いや、一生懸命ここね、ずらして。ムケチンクター面白いじゃないですか。ずらしすぎて原型わかりづらいわ、もう。しょうもない。いや、ライフソーミー始まって一番しょうもないよ、このコメント。シンプルでちょっと笑っちゃったんだけど。紹介させてもらいましたけど。ね、でもさすがですというお褒めですから。いやいやいや。だからビーチサンダルさん。はい。アップされるのが遅かったので、前回の動画が見つかって沈められたんじゃないかと心配していましたが、生きてて安心しました。あと、ホイップさんの名言は薄っぺらかったです。いやいや、そんなことねえし。そんなことないし。これはもう、俺の名言を理解するレベルに達してないんだと思うね。うん、違うから安心してくださいね。魂のレベルが、まだそこまでいってないのよ。やめろ、魂のレベルとか。だって地上に這いつくばってる人間はさ、雲より上の世界見えないじゃんか。うん、あなた雲の上の存在ぐらいの、そんな崇高な人なの？そうだよ。そのそうだよの言い方もう酔っ払いの言い方だもん。そうだよ。お会計。無視してください。無視です。大丈夫、お会計。というわけで、今回の、コメント紹介以上ということでございまして、はい、今回もたくさんコメントね、いつもお寄せいただいててありがとうございます。いつも全部目は通させてもらってますので、ぜひ今後もこのお便り会でご紹介していきますのでね、ぜひですね、YouTube のチャンネルの方でコメントいただくか、Twitter でライソンミーハッシュタグつけてコメントをいただければと思います。あとですね、はい、最近0時ぐらいにアップしてますんで、はいはい。でね、プレミア公開っていうやり方をしてるんですよ。うんうん。これは、普通の動画公開なんですけど、はい、チャットも同時にできるよっていうやつで、うん、ね、地上波ラジオとか、うん、みんなツイッターで実況する文化あるじゃないですか。はい、まあ、あんな感じでね、うん、もし、夜中、暇でしたら、0時ぐらいにふっと見に来て、うん、他の人とね、同時視聴して、うん、チャットをしてコメントをしつつ、はいはいはい、という楽しみ方もあるよっていう、うん、感じでやってます。そうですね。だからね、ほんと生配信してるかのように、こう、コメントその場でね。そう。残せるというシステムになってますので。まあ、お時間ある方はぜひということで。そうですね。はい。まあ、時間遅れる時もありますけど、そこはご容赦。うん、必ずしもというわけじゃないという。必ずしもというわけじゃないのでね。まあ、その辺はもうぜひお付き合いいただければと。いうことで、その辺も一つ情報として耳に入れといていただければと思います。というわけで以上、ライスオンミーでございました。ありがとうございました。